宗教側おかしいんじゃないかが出るんですよ。エロに対する取り締まりが緩んだわけですよ。そこだ。ルカス・クラナハ一世、前やったデューラーと同世代、同じドイツの画家、昔はルーカス・クラナハ父って言ったもんだけどね、息子も同じ名前で画家だから。これ何の絵か分かるよね。ヴィーナス。そう、キューピッドがいるからヴィーナスだよね、はい、うん、あれはヴィーナスなのに、なんか痩せ細ってて、スタイルがなんか、あ、いまいちイタリアの絵なんかだともっとこうナイスバディを誇ってる、うん、キューピッドがいるからにはヴィーナスなのに、いまいち痩せてメリハリがなく足も若干短いんじゃなかろうかというお話ですね、はい、ルーカス・クラナハ名前知らなくてもこの人の作品は絶対見てるんですよ。みんな世界史の教科書で見てるはずなんですよ。これマルティン・ルターだよ。あ、はい、宗教改革っていうところに必ずこの絵出てる。みんなが見てるルターの肖像を描いたのがルーカス・クラナハ一世なんだよ。でこのルカス・クラナハ、最初にも言ったようにデューラーと一つしか違わないの。それも同じ南ドイツ、今のバイエルンの出身なんだけど、もう対照的な画家なんだよ。だからデューラーの描いた合わせて見てもらうといろいろ見えてくると思うんだけれども、この人はまず生まれたのは小さな町のクローナハっていうところなんでね。だからその地名が名前になったんで、クラナハっていう。で元々の名字何かというとマーラーっていう名字なんだよ。でマーラーって画家っていう意味なんだよ。だから多分代々画家なんだよ。でこの人の経歴ってほとんど分かってないんだけど、多分その小さな町の画家の息子が生まれてお父さんのところで修行してたんだろうと言われてるのね。で30歳頃の時点でウィーンで活躍してるんだよ。33歳の時にザクセン公フリードリヒ3世、この人はさ賢明な王様って呼ばれた人なんだけども、その人に招かれて、その当時ザクセンの首都は本当はドレスデンなんだけど、そのところはビッテンベルクっていうところに宮廷があったの。そのビッテンベルクの宮廷に招かれて宮廷画家になった人なんだよ。だから帝国自由都市の独立した親方マイスターのデューラーはいろんな王様とか皇帝の注文を受けるじゃない。だからこの人は基本的にザクセン公の専属の宮廷画家なわけだ。ここがまず非常に対照的なんだよ。だからデューラーは自分の好きな作品描くけど、この人は基本的に注文を受けて描く人だったっていうことなんだよね。それでこの人が得意にしたのはこういう肖像画なんだよ。どういうところがポイントかっていうと、まず一つは当時の最新の流行の服を必ず着せんの。これスラッシュっていう切れ込みが入った服がすごく流行ったの。この女性の服やなんかも当時のワンコたちも当時の流行のワンコなの。しかもこの肖像が等身大なの。等身大で流行の衣装を着せた肖像画っていうので非常に人気を博したのこの人で。もちろん教会に飾る宗教画なんかも描いたんだけど、その宗教画すら当時の流行の衣装を着てるんで、これ聖カタリナの殉教の祭壇画だから、この車輪がある。聖カタリナっていうのはこの車輪につけられて木殺しの拷問に遭うんだけど、天使がその車輪を打ち壊したっていう、まあ、伝説のある人だから必ず車輪が書いてあったカタリナなんだけど、ほぼ伝説の話書いてるのに、このみんなが着ている衣装はクラナハが活躍した15世紀終わりのザクセンで流行ってた衣装なんだよ。こういうその流行衣装を取り入れて描くっていうことで非常に人気を博したんだよね。こういうことがもう分かるように商売のセンスが非常に高い人なんだよ。デューラーみたいに自己主張はしないんだよ。だけどお客さんが何を求めてるか、ニーズを敏感に察知してそれに応えていくっていうことで人気を得た人だから、商売感覚が抜群で、デューラーよりもでっかい工房を構えてボコボコ絵を量産していくんだよ。このヴィーナスシリーズなんかもどこの美術館行ってもあるんだよ。ヨーロッパの美術館に必ずあるのはルーベンスとクラナハって言われるぐらいで、そのぐらい量産してる人なんだよね。それだけじゃなくって薬とかね、砂糖とかのね独占販売権をもうで薬の方はね、なんでかっていうと多分絵の具の材料と結構ダブるんだよね。市の産議会の理事にもなって、
なんと市長も3回もやってんだよ。そのぐらい大成功した人なんだよね。ザクセン選定校から紋章を取らすって言って、この紋章ルビーを加えたこの羽のあるドラゴンの紋章、これを自分の作品に書いていいことになったんだよ。デューラーがあの鳥居みたいなマークよく入れるじゃん、あれはデューラーですっていう宣伝。クラナハのこれはザクセン校御用達ですっていう。だから違うんだよ、やっぱりあっちは自己主張のマークなんだけど、クラナハの紋章は権威を示す紋章なんだよね。それで、まあ、大活躍してたんですけれども、その頃ですね、フリードリヒ三世賢明校と呼ばれるぐらい人だから、ヴィッテンベルクに大学を作ったんですよ。その大学に招いた神学教授がこの人だったんですよ。マルティン・ルターだったんですよ。この人は非常に優秀な神学者だったんですよ。だから優秀だったがゆえに、今のカトリック教会おかしいぞがあったわけですよ。世界史でも習う職友情問題ね、このお札買うと罪が許されますよみたいなお札をバンバン売ったわけじゃない。で、特に南ドイツで売ったんだよ。南ドイツに裕福な商人とかが多かったから、そこの商人の一人のフッガー家っていうところにその販売権を任せてガンガン売ったんだよ。だから特に南ドイツで反感が高まってたんだよ。なんでそんなに職位上ったかっていうとさ、あのルネサンスのあれでミケランジェロとかラファエロにバンバン絵描かしてただろう、バチカンが。それでお金がなかったんだよ。それでバンバン職位上を南ドイツで出したんだよ。だから南ドイツはローマの目牛とまで言われたんだよ。それはおかしいと。人はみんな平等だと。我々が従わなきゃいけないのはね、聖書だけであって、一人一人が聖書の言葉に従ってれば、まあ、極端な話教会なんか必要ないんだみたいなことを言い出したわけですよ。それでこの教会に対する反論、95箇条の論題っていうのを1517年に出して、ここに宗教改革が始まるわけですよ。これを熱烈に支援したのがクラーナハだったんですよ。このルターの肖像もめちゃくちゃたくさん書いてヨーロッパ中に配った。ほいでクラーナハは印刷所も持ってたわけ。版画とかするだけじゃなくて印刷所も持ってたわけ。でルターは聖書の言うことだけに従えばいい、聖書のみっていうことを言ったでしょ。そのためにはみんなが聖書を読めなきゃダメだと。ラテン語読めない人結構いるぞと。だからドイツ語に訳したわけですよ、ドイツ人が読めるように。そのルターが訳したドイツ語聖書をクラナハのとこで印刷して、クラナハが挿絵つけてみんなに売った。これでルターを宣伝したっていう。夫婦の肖像を結構描いてるんですよ。なんで夫婦を描いたかっていう、これ意味があって、この奥さん修道女なんですよ。でルターももちろん修道士、結婚できない、カトリックでは。今でもそうだよ、カトリックの神父は結婚できないですよ。でもルターはそんなこと聖書に書いてないと。だからわしは結婚するんやと。それも修道女と。だからこの人たちの結婚自体が宗教改革の象徴なのよ。だからこの夫婦の肖像に意味があったわけ。これも一つのプロパガンダだったんだよ。ただ単にルターってこんな人っていうことを言うだけじゃなくって、この夫婦の肖像をあえてそこら中に配ることで、そういうことも訴えていったわけ。ちなみにこの二人の結婚の立ち会い人やったのもクラナハだったの。だそのぐらい全面支援をしたんですよ。宗教改革のビジュアル面っていうのはクラナハがほとんど受け負ったと言っても過言ではないんですよ。それは良かったんだけど、自分の首を絞めることにつながっちゃったんですよ。教会だけが特別じゃないと、聖書に書いてあることだけが全てだと。そうすると偶像を崇拝してはいけないっていうのがあるわけですよ。宗教側おかしいんじゃないかが出るんですよ。それで1522年にヴィッテンベルク聖像破壊、要するに教会にこういうのがあるのはおかしいと。フィレンツェではサボナローラが教会の焼却とかってやったけど、それよりさらに進んで、もうキリスト教のあれを書いててもそもそもそれが偶像崇拝じゃないかって言って、これを排斥する運動が起きちゃったんですよ。それ自体はさすがにルターが、いやさすがにそれはやりすぎかもしれないと。これはこれで、例えば字読めない人とかに宗教のあれを伝える意味はあるから、これ全部廃止しちゃうのはどうかなみたいなことをルターが言って収まるんだけれども、宗教画の注文は激減しちゃうんですよ。それで大工房を抱えてるじゃないですか。
困っちゃうわけですよ。自分がこうねプロモーションした宗教改革のおかげで宗教改革の仕事がなくなっちゃった、どうするってなって、その一方教会の力が弱くなったわけじゃん、ルターが教会否定したから。ということはさ、いろんな道徳に対する教会の締め付けも緩んでるわけですよ。もう教会にそんな力なくなってきてるわけですよ。エロに対する取り締まりが緩んだわけですよ。そこだということになったわけですよ。1522年のヴィッテンベルク製造破壊以降、クラナハ工房の裸の絵がめちゃめちゃ多くなるんだよ。これはヴィーナスとクッピドだけど、あとアダムとイブとかさ、ルクレツィアだとかさ、特に裸の必要がない人まで裸になった。これがまた受けたんだよ。だからそこら中にあるんだよ、そこら中の美術館に。でだったらですよ、エロで稼いでいこうみたいなことになったとしたら、もっとナイスバディで描いた方がいいんじゃないかと思いませんか。下手だからではないんだよ。その証拠にこれ実はいろいろバリエーションあるんだよ。例えば足長バージョンもあるんだよ。これはヴィーナスとキューピッドね、これはアダムとイブなんだけど、クラナハもちょっとイタリアルネサンス風のこういうのも描けるんですよ。ところがエロで行こうってなった時には逆にこっちの方が後なんで、これ描けるのにあえてこういう感じの裸体を描いていくわけですよ。クラナハは自己主張する人じゃないですよ。お客さんがこっちを望んだんですよ。こっからがねお話しにくいんですよ。この話をするとセクハラみたいなことを言われちゃうと思うんですけど、もうその話聞きたくないってなったら、それでそこを塞いでくれ。むしろ俺は和田に分かってもらいたい。和田だけじゃなくて全ての老若男女に伝えたい、特に女性に伝えたいことがある。なぜこっちが人気があったかっていう話なんですけれどもね、誤解されがちなんですけど、男はナイスバディが好きだと思ってませんか。間違ってます。理想的すぎる肉体にはグッと来ないんです人は。エロは完璧さではなくって完全さに宿るんですよ。ちょっと崩れてるところがいいんですよ。リアルなんですよ、ある意味。グッとくるのはそっちなんですよ。これよく間違いがちなんですよ。だってね、例えば男の人はね、必ずアンケートとか見るとね、おっぱいの大きな女性が好きっていうことになってるじゃないですかみたいなこと言うんですよ。それはね当たり前なんですよ。それはアンケートでおっぱいが大きな人と小さな人とどっちが好きですかって聞くからなんですよ。そうするとそれは大きな人っていうのが多分多いでしょう。当たり前なんですよ。だけどおっぱいが大きな A さんとおっぱいが小さな B さん、どっちが好きですかっていうと、必ずしもおっぱいの大きな A さんが票を集めるわけではないと思いますよ。おっぱいが大きくてもモテない人はいくらもいるだろう。おっぱいが小さくてもモテてる人はいくらもいるだろう。それでまたさ、これ逆に女性側からのあれで言うと、またこれもさ男女差別とかだっていちいちめんどくさいんだけど、彼氏が金持ちと貧乏とどっちがいいですかってさ、あるいは背が高いのと背が低いのとどっちがいいですかって聞くとさ、そりゃ普通さ金持ちを取るよ、背が高いを取るよ。だけど背が高くて金持ちの A さんとさ、背が低くてお金もない B さんがいてさ、必ずしも A さんがモテるとは限らないんで、ナイスバディもそれはナイスバディはいいですねって話だよ。だけどそれと実際にグッとくるかっていうのは別なんだよ。みんなそこを間違うんだよ。でいくらでもカバーできるっていうことをね熱く言いたいんだよね。大丈夫ということをね言っておきたい。クラナハを見てほしい、それが一つ。それからこれは男女共通だと思うんですけど、性と食に関しては自分が思ってる以上に保守的なもんなんですよ。結局はなんか日本食がうまいよみたいな、イタリア風のナイスバディもいいけど、いや結局ドイツ人はドイツっぽい半分ゴシックっぽい感じが好きだよねっていうのがあるわけですよ。昔のおじさんたちの世界でいう洋ピン、洋物ピンク映画を訳して洋ピンなんですけど、これはドイツ人から見れば洋ピンなんですよ。あ、確かにナイスバディでねすげえなーとかって言うけど、いや実際はちょっときついっすわ。
だからアルプスより北ではこっちがこの時代はモテたんですよ。だからあえて書いてるっていうことなんですよね。しかも倉賀先生はですよ、お客さんへのサービス精神に旺盛な方じゃないですか。いろいろ工夫をされてるんですよ。この人なんでこの帽子かぶってるんですか。なんでこれものすごい首輪してるんですか。私はこの手法をマッパプラスワンと呼んでるんですよ。マッパプラスワン。真っ裸に必ず何かプラスワン。これだって首輪、はい、帽子とかあるいはブーツだけとかでもいいですよ。それを足すことでよりエロティシズムが強調されるんですよ。マッパプラスワンのアクセサリーだけの手法っていうのが一つね、はい、もう一つの俺はね薄絹の人仕様と呼んでるんだけど、こういうことも倉賀先輩よくやるんですよ。これもさ、キューピッドいないからさ、ビーナスでも何でもないんだよ。これ純粋ヌードなんだよ。でこんなのありえないんだよ。教会がちゃんと機能してる状態だったらこんなのもう怒られるんだよ。もう宗教改革時のどさくさだからこそ成立した絵画なんだけど、この布いらねえだろって思うでしょ。意味あるんですよ。スイカに一塩かけると甘さが引き立ちますでしょ。これが塩なんですよ。一枚かませるだけでグッとプラスワンも入れてますよ。マッパプラスワン足す薄切りの一塩、これをやってるんですよ。いやこれ覚えててください。さっきね、ナイスバディが必ずしもみんなグッとくるわけじゃないって言ったでしょ、はい、もう一つこれもね誤解してる人が多いんですけどね、裸はエロくないんですよ。なんでエロいかっていうと隠すからエロいんですよ。つまりエロいっていうのは裸と隠されてる境界線に生まれるんですよ。だからプラスワンするとなぜエロいかっていうと、ここに覆われてる部分と覆われてない部分が出るからなんですよ。恥ずかしいって隠そうとするからグッとくるわけですよ。いや見えちゃってますよみたいなところがこうなるわけですよ。2つのことをルーカス・クラナハ一世は教えてくれてるんですよ。一つはナイスバディがいいわけではない、もう一つは裸がエロいわけではない。よかった NG 出なかった。これが今日俺が皆さんにお伝えしたかったことなんですよ。クラハナハは画家としてはね、デューラーに比べるとアーティスト性が一段低いみたいな扱いをされてるんですけれども、ただ2つの点で非常に偉大なんですよ。一つはさっきも言ったように宗教改革のビジュアルコーディネートをやったっていうところですよね。もう一つはエロ表現において抜群に近代的なんですよ。こういう熱く語るとまた嬉しそうとかって言われるんだけど、俺これ大事なことだと思うんだよね。女の人はスタイルとか気にしすぎだと思うんだよ。だからルーベンスを見て、クラナホを見て大丈夫だって思ってほしいんだよね。